はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ガンダムダブルゼータ、ステージ4神優の声をやっていきたいと思います。リーナが避難した場所が炎に巻き込まれていた。だけど敵は俺に悲しむ暇も与えちゃくれない。ハマーンの艦隊を追いかけるためリーナの生死も確かめられないままアーガマはダカールを後にしたからだ。カラバとアーガマの合流は未然に防がねばな。グレミは、いくら非力な者どもであっても数に頼めば我らの脅威となりかねん。承知しております。時にあの娘はどうした？ディーナとか言ったな。子供ですから。心の中もその言葉通りか？お言葉の意味が分かりかねます。その若さでその冷たさ。真実を申したまでのこと。ならばその真実を身をもって示してほしいものだな。はっ。私はキリマンジャロより空へ上がる。お前はアーガマ追撃隊の指揮を取れ。我々を結びつけるザビ家の血のつながり忘れるな。はっ。私の姉はザビ家に尽くし宇宙の果てで死んでいった。しかし私は死ぬものか。新しい血をザビ家に加え必ずや復活してみせてやる。ネオザビファミリーを。今までと違う敵の動きにアーガマはダブリンへと向かっていた。ネオジオンとの戦いに弱腰な地球連邦のお偉いさんに抗議をするためだ。失礼します。アーガマの艦長ブライトノアであります。アーガマ？なぜアーガマの艦長がここに来る？アーガマの艦長なら都合の悪いことがあるようですね。あるのだよブライト艦長。君は我々の和平政策に反対なのであろう？サイド3をハマーンに与えることが和平政策だとおっしゃるのですか？ハマーンはそのことを条件にして停戦条約を結ぶと言っているんだ。戦争が終われば平和になる。違うかね？サイド3はかつてのジオンの発祥の地なのですよ。そんなことをすればネオジオンに油を注ぐようなものです。それがあなた方にはわからないのですか？サイド3に入ればハマーンの気分は収まる。おい、エウゴは戦争で金儲けしてんじゃないのか？月のアナハイムと手を結んでいるというもっぱらの噂だ。アーガマはノルウェーまで下がって武装解除だな。あなた方は自分が言った意味が分かっているのですか？口を慎みたまえ。君は少し頭を冷やしておいた方がいいな。お前ら地球でのほほんとしてて何がわかるの？ジュド、お前らハマーンがどんなやつか知っているのか？俺たちがどんな苦しい思いをして戦ってリーダーも死んで、それなのに俺たちが戦争をしたがってるだと？お前たちが何もしないから世の中がめちゃくちゃになるんじゃないか？ジュド、やめろ。だってこいつら連邦のお偉いさんの我慢ならない言葉に俺も抗議した。そのおかげで交渉は失敗に終わっちゃうし、ブライト艦長と俺は拘束されてしまう。その危機を助けてくれたのがシャングリラで別れたはずのファー・ユイリーさんだった。でも俺たちがそんなことをやってる間にハマーンはダブリンに向けて恐るべき作戦を実行に移そうとしていた。恐怖で地上を包むため今空が落ちようとしていた。
カミーユの声。いやー、だってカミーユね、元気だったじゃん。そうか、いつの間にかカミーユは心を蝕まれてしまったんだな。君はカミーユも知らないのか。いや、残念ながらプル、君はニュータイプではなく強化人間だ。てか強化人間ってさ、どこまでこのニュータイプ感能みたいなのを発達させられるんだろう。そもそも強化人間ってどうやって作るのっていう。まあでもね、この時代はクローン技術とかもね、普通に発展してますからね。アリアスもいたな、こんなハゲ。あ、もともとサイコガンダムを修復してサイコガンダムマーク2になったんだっけ。いや、それは無理だ。そうだ、人の問題だよ。だから君には無理だよ。あれだってサイコガンダムもさ、もともとそうだよね、サイコミ連動型のマシンだから無理だよね。いや、だからそのためにサイコガンダムを使いたいんだって。戦艦の中にはなんか娯楽がないのかね、娯楽が。サントラ撃破に向かいます。短期で行ってしまった。てかさ、モビルスーツそんな簡単に発進できるような状態になってんの。なんかよくさ、モビルスーツが勝手に発進していますみたいなこと言うけどさ、そこのところの管理体制ってどうなってんだろう。完全に気づかれてるね。
プルはサンドラを撃破できるか。え、この状態でマジでマーク2一気で何をしろとしているんだこいつは。援護ができないからね。だって一番下じゃないとセーブできないな。増援が出てきてくれるのかな。なんかもうダブルデータとか細かいところ忘れちゃったんだよね1回しか見てないんで、基本的に1回しか見てないものって結構もうあんま覚えてないんですよね、昔なんで。大雑把な話の流れは覚えてるけど、細かい演出とかね。来たね。ちょっと G4 トレースになってるな。女の子は無事だ、目の前の敵に集中しろ。確かにカミーユの声とか言われてもどういうアドバイスをしてくれたんだか全然覚えてねえしな。とりあえず指揮範囲にいよう。ターン制限はなかったよね。あれてかチャレンジ的なのってあれ、普通にプルがサンドラを撃破すればいいわけだよね。一回ちょっとな、反撃してから倒していきたいんだけど、ダブルゼータを前面に出した方がいいかな。ここら辺攻撃ができるといえばできるけど、すぐ後ろにつけとこう。プルに来たね。てかこいつハゲじゃん。マーク2ごときに。敵は後ろだ。何今の声誰。光線とかもうこの時代のモビルスーツとは性能が違いすぎる。マーク2とかもね、強化してくれればいいんだけど。私だってちゃんとできるんだから。これってゼータガンダムの時代のさ、初期の状態でしょ。これ死ぬぞそもそも。え、これ食らったら死ぬよね。回避しないと。死んだ。ごめんね、やられちゃった。ロードして、こっからか。じゃあ待った方がいいかね。ユーロがそっちの方から来るから。女の子は無事だ。いや、さっき無事じゃなかったけどね。で、一緒に行って。え？ 1万2000の？ 1万5000か。300、285、300、全然違うわ性能が違いすぎる。なんかチューニングアップとかしないのかね、マーク2も。一応じゃあちょっと地方トレースは援護とか特に関係ないしね。よし、エネルギー消費の少ない方で行きたいな。そこだ。手加減しないぜ。3300。やっぱり違うね、クラウダメージが。101は無理か。かわせないな、ただ。こいつらマジで当ててくんだけど。おお、さらに来た来た来た。
ウェイブライダーよりさ普通にサブフライトシステムに乗った方がいいと思うんだけど、そんなにいっぱい数がないのかな。ちょっとせっかくだからセーブしよう。もう一回敵モビルスーツね、やっぱり強いよね。プルはプルでちょっとな進めないといけないから、ここでバズーカ援護はかけておくか。マーク2ごときに敵は後ろだ。何今の声、誰。8300とか、家回避された。でこのバウどうすっからね。一応ゼータウェイブライダーの音ビームライフルしかないのか。帰り道にしてやるわ。ほら4000の6000食らう。ビーム下げるか。2000くらいは楽勝に当たるね。やらせはしないって。でターン制限がないわけだからやっぱり街で行った方がいいな。柔道ここに置いて、ダブルビームライフル5000は当たるよね。当たるていうかめちゃ強えな。火力はあるよなやっぱりダブルゼータ。まあ減ってるからあんまりこいつも前に出しすぎるかな。やられるからな。よしここの位置で柔道に任せよう。あれもしかこいつなんか逃げる。そういうこと。え、ちょっと待って、ダブルビームライフル当てとこう。よし、ナイス。で、こっから、じゃあマックスちょっと動かして、こっちの方で倒せるかな。私だってちゃんとできるんだから。よし、テンションを上げて、狙いに行こう。ハイパーバズーカが対大型。大型って別に戦艦も当たるよね。なんだと、特攻をかける気なのか。撃ち落とせ。まさに特攻だよな。直撃させればすぐに終わる。ごめんねクレミー。うん、直撃はさせたけどね。どうすっかね。これダブルゼータ100式がどれくらいの性能だっけ。250か。ちょうどダブルゼータとマーク2の間だな。でウェイブライダー、まあゼータの方がちょっと強いと。またセーブしよう。さすがにバウは強い。でな、攻撃を仕掛けるとちょっと当たりそうだから、ここら辺で敵の攻撃を分散させよう。回避回避。よし回避しよう。期待。かわせかわせ。よしこれはもう安泰だな。うん逃げてるね。ハイパーバズーカもう一回撃てるよな。艦砲射撃さすがに死なないでしょ。当たっても。よし落とす。ごめんねクレミー。私一人でも敵を倒してみせる。もちろん。こうも当てられては。
やーまあ一回死んだけどなんとかなったね。引き際を心得ているな。この時の神湯の状態ってどういうあれなの？体的にはまだ全然戻ってないよね。神湯。ニュータイプの神湯美談。そう、あの人だよ。これなんだっけ。このコロニー落としは地上に被害を与えるだけではない。その恐怖によって我々の力を誇示するものだ。この力を阻止できぬことを思い知らせなければ意味がない。少しの希望でも残せばまた人は立ち上がろうとするのだから。それが人の強さだ。あったね。ダブリンは晴れているか。ドライスマジ強いかな。そうか、もうここら辺になるとザクスリーとかもね出てくるんだよね。敵のモビルスーツもかなり強いな。普通にブルー使ってるかんね、まだ一年戦争からしぶとく使っている。あーもうダブリンで戻してくれ。もうめちゃめちゃだよな、コロニーこんなに落とされて。地球上の人口が一人でも増えることを望んでいる。でもアウドムラって何に乗せられるって言ったっけ。なんかジャフローの時なんか言ってたよね。
十頭。俺もこういうのを見てみたい。ニュータイプとして。アウトモード一気じゃ無理だよ。全然回収できないと思うんだよね。さらにドライセン部隊完全に取り囲まれている。今日はいい日だ。カラバヘンも怪しいなこいつ。さらにモビリスイッチ、どんだけ戦力を持ってるんだ。あれプルってなんで体の調子悪くなったんだっけ。別に空が落ちてくるからか。さて、どこから出撃？この上と下か。あれならな、適性が合わない。こいつは地上も OK、 地上も OK だよね。誰だ。マジで誰。ヘイズルもいけるしね。マーク5もいけるっしょ。サイコガンダムいける。あれ？ここの舞台大丈夫だよね。下は？アールジャジャ。まあ、いっか。大丈夫っしょ。もしかしたら飛んでないとダメとか？みんな。こいつたちみんな飛んでるけどさ。飛んでないと出れないとか、マジそういうの。それはきついぞ。ちょっとピコンピコンになってあれだけど、ちょっと何個か作っておこう。じゃなくて配置できるのがあるはずだ。大量に持ってきたから。4個ずつくらい一応置いとくか。ゼータプラスとかは多分変形できるからね。そういうステージもしや
ら感激か、柔道から感激かね。さあさあさあ、全然進める。進んで、貫通射撃は射程に入るでしょ。うわ、硬っ。マジ硬った。あ、全然いけるじゃん。てか、あれか、ここにいたからか。この市街地の上にいたから出撃できないよっていう。なんだよ、まったく。じゃあどうしようかな。 EXS ガンダムって確か飛べるよね。 G クルーザー、よし。ここでさっきのドライセンを、そうか、こっちリフレクターインコもあるから、あれが高い方が良かったかな、覚醒値が。とりあえず右のやつを倒しに行かないといけないから、アールジャジャじゃマジどうにもならんしな。マスターユニットが今弱えかんな。漢方射撃を当てて、あ、これ町の上だ。ちょっと飛べるやつだな、こいつだな。最後ガンダム急行しろ。かさみがビーム砲でいいか。12000、当たらなかった。ちょっと不安だったんだよな。っていうかさ、ここ飛んでるやついなくね。ヘイズとか飛んでる？飛んでないしね。ああ、誰もいけねえわ。G クルーザー先行させる。そうするとゼータプラスウェーブライダー、こいつ、そうか、こいつ完全に宇宙用だな。大体ウェーブライダーがさ、空飛べないってどういうことだよ。ベースジャマー出すか。割と面倒くさくなってきたな最近。これ乗せて、柔道はいけるでしょう。で、まあ、絶対倒せないから、うらき醤油を突貫させよう。もう突貫は裏木の仕事だからね。あとはなるべくエネルギーを節約しつつここの守りをしよう。でこいつは緑か、自分で動かせないんだね。で柔道は柔道で進めて、あのドライセン当たるかな。当たんねえし。ってことは先にこのドライセンに攻撃をかけておこう。クレイバーズカも当たらんか。無理だな。うちのチームできるやついるか。絶対いねえ。じゃあ先にジローだけ動かしておくか。やばい、出だしが結構きついな。あ、一応動いては来ない。この野郎、俺が減らしたドライセンを。絶対今のやつさ、やったー、一気撃破したぜって言ってるよ。あ、動いては来ないね。これちょっと倒せるからそのままにしておいて、いや、ちょっと待って、こんなにされたらさ、フォーのテンションが下がるんだけど。柔道ってどっちの柔道だかわからん。うちの柔道か。ホワイトベースも大して進めねえし、これも2連装メガ粒子砲で減らそう。で、R ジャジャ、それなりにね、火力は出るはずなんだよ、ほら。R ジャジャを先行させるか。で、このドライセンは減ってない。減ってないか。このドライセン減ってんだっけ。減ってない。
高濃度雷線はじゃちょっとゼータガンダムに任せよう。上等じゃない、きっちりと型をつけてあげるわ。クロッター全然動けねえんだけど。あと攻撃力300なんだ。ダブルゼータとそう変わんないね。サイコミ兵器5500だけど、どっちがいいんだろうな。ちょっとやってみるか。テンションだな、やっぱりテンションで変わるはずだから。少し先行させるか。やっぱりあと何回攻撃できる。78。あー、リフレクタービットの方があれか、エネルギーの消耗が少ないんだ。これだと3回打てる。たくさんメガビーム砲だと2回しか打てない。回復できねえかな。一応ちょっとジークルーザーこっちに置いとこう。で、アールジャジャも進むと。で、ジュドウもちょっと先にこっちへ行っとこう。アウデグラはね、守んないといけないから。で、マクツ。マクツとかね、完全火力不足だからな。ちょっとどいてよ、邪魔なんだから。7700か、7700かな。当たらんのだよ。とっとと逃げないと死んじまうぞ。百式もさ、これ別にクワトロが乗ってた百式じゃないからさ、もっとさ、チューンアップしてから渡してほしかったよね。7000ちょいか、このビームカノンで。よし、行くぜ。で、あとこっちの舞台か。で、一回アーガモアとザンジバル。あー、回復やった、よかった。援護入れといて6000。で、減らせるだけ減らしとこう。よし、これでゼクワイン。もうね、ゼクワインっていうところが嫌だよね。弱い。6700か。これ次の戦いはちょっと編成見直さないと。正直きついものがあるぞ。いや、ここら辺のハマンとかは普通強いんだけど、困った時にはこれだな、本当に。困った時のアトミックバズーカだよ。あ、こいつ減ってんじゃん、でも。ってことはキュベレーだな。ハマーン様に任せよう。ハンデル強っ。それともそんなには出ないか。よし、上の舞台はサイコガンダムとキュベレーに任せれば大丈夫かな。あれ、これこっからいけるよね。ただサイコガンダムが邪魔なだけであったってか。結構減ってんな。よし、ちょっとこれでいいかな。一回セーブしよう。問題はラカンダカランが月のターンで動いてくるかどうか。そう、なんだ、動いたやつもいれば動かないやつもいるな。真ん中のやつだけ動いてきた。前に出すぎた。あ、まだ動いてこない。よし、このドライセン減ってる。8800。あれ、8800ってどんなんだったっけ。8200。柔道のビームライフルがどんだけ当たったかだな。
そう勝手にさせるか。あ、でもドライセンだから8900当たるか。いやー、いい火力してるわ。で、こっちだな。よし、これでなんとかはなりそうだな。 R ジャジャも一応つけよう。 R ジャジャの火力をなめるな。これ当たる？当たらない。一応こっちの方に見よう。G4 トレースはちょっとこっちの方の敵を排除に回るか。うちのダブルゼータの方が強い。オプションパーツつけてっかんね。あんまり変わらないか、エネルギー消費が。でゼータプラス233か。今もう攻撃力200とかだときついよな。帰ろう。戦艦がマジ全然動けない、ハマーン様はもう少し中にやって、こいつもどうしようかな。一回攻撃させて、で回復に帰ろうと思ったら殺された。ここら辺ちょっと帰ってこう。やっぱり適正 A が欲しいね。適正 A が。来るか。このジムやばくないか。狙われジム。13000だから別に攻撃して大丈夫でしょう。死ぬ覚悟はできたか。それはお前のことだ。くらい。またなぜか下のやつだけ来たな。こいつら全く連携取れてねえな。で、イベント条件一応確認して、受動ガラカン外したら嫌だからセーブをして、ラカンダガランを倒すとコロニーが落ちてくるっていう話の流れかな。ま、とりあえずダブルビームライフル 95% なら絶対大丈夫か。こちらは波のモビルスーツと違うんだよ。なぜこんなことをする。貴様のようなやつは許せないんだよ。もし戦いに理由がいるのなら、その君の怒りこそ理由だ。なんでカタカナになってんだこの声。神よ。これは遊びじゃないんだ。徹底的にやるよ。図に乗るな。いや今さ、ビームライフルが逸れてったけどさ、絶対建物に当たったよね。市街地でさ、被害を出さないように戦うとかかなり無理な話だな。もう時間がない。アウド村を離陸させる。ジムは全員残ったか。残ったかって撃破されなかったかってことね。早いな。ネオジオ兵もよくやるよな、このハゲとかさ。
アンノーンは誰が出てくる。何これ、なんかガザ C の発展系みたいなやつだな。ガザ E かガザってどこまであんの。あれはちょっと来るまでアウドムラのいたところで舞台を展開しよう。これもちょっと上に来るまで待とう。エネルギー減ってきたかな。返すか。樹洞はまだいけそうだけど一応帰還させよう。で、アールジャジャはここら辺でいくか。で、ジークルーザーだいぶ減ったな。で、樹洞はもういいでしょう。適当にこいつを攻撃しておくか。そしてハマー様の獲物にする。だいぶ攻撃力違うな。でもビームガンとファンネルだとキューベレーはねわりかし攻撃力高いから、もう今の時代だと300ないと余裕が出てこないからな。だったら増援を排除すればでも終わりでしょ。またターン制限的なのはないはずなんで、あと何体内に避難しろとか。いきなり出てきたらやだな。アールジャジャ1800硬っなんでこんな硬いの。防御力が違うのか。やらせてもらう。あ、こいつハゲか。無理だよハマーン様相手に。これは普通に攻撃をして、変身してきたね。変身というか変形か。え、大気圏突入きます。対ショック用意。ここら辺にいて大丈夫なの？だってオーストラリア大陸とかさ半分くらい持ってかれたんだよね、コロニー落としで。いやいやいや近すぎでしょ。人の悲しみが入ってきている。あれ、また増援が出てくるの。プル体ならしにアーカマは落とせんよ。サイコマーク2が来るか。
あ、そうか、でもサイコマークスってロザミが乗ってたもんね、そもそも。これじゃ遊びだよ。ただまあサイコガンダムが1体増えただけだからね。よし、とりあえず R じゃなくて何レベルまで上げればいいんだっけ。6レベルか。もう1レベルだね。まあついでだから戦艦のレベル上げもやりましょう。かわされたか。こいつも倒そう。よし、超強気で、もう一旦引き寄せてだな。ジグリザー元に戻して、こいつさ、地上とか宇宙とかもうなくね宇宙じゃねえ、地上とか空中とかで、ドライ戦サイコプレッシャーちょっと使いてえな。スキルハイテンション、いいね。ハマーン様のハイテンション。お、1から3か。私に従うかさもなくば死か。さあ選ぶがいい。このキュベレ見くびってもらっては困る。俗物が落ちろ。14000か。超一撃からでもねちょっとな、別のやつで倒してな。ゼクワインクラブ、あれ2サラ3か。74、ギリギリだったな。あ、でももうゼクツワインにはできるのか。じゃあちょっとここで待つか。柔道は戦艦に入れないと回復しない系か。プルは、プルは独立してんのか。対空で攻撃していこう。サイコプレッシャー、あ、1から4になってる。テンションが上がったからか、当たっちまったよ。キュベレーは攻撃力300までは持ってくか。まだ動かないね、下のやつ。
ギベリンを戻そう。もうエネルギーがない。でそこからドライセンを一発殴って、ガンダムマーク5か。ちょっと一回シャアを出そう。シャアを出して全員援護ができる位置に。6800は大丈夫でしょう。ダメかそこまでダメか。ジョニーライデン、青い機体に乗ってるな。412、結構経験値入るね。このガザいい、なんとかして倒したいけどな。アトミックバズーカ使うか。もうこういう時は困った時のアトミックバズーカだよ。 67% か。ちょっとなあれだからな。壊された。もう命中率が低い。ヘイゼル出して、ロングブレードライフ、もう支援入れよう。ミサイルポット、ヘイゼルもな、火力不足だな。220か、マジきついわ。支援を2回入れて、でまあ倒せないのは承知の上だから、ここでヘイゼル、何が一番強い、ウィンチキャノン 75% か。よし、これも結構当たるね。攻撃力200超えか。だいたいさ、量産型バウがどれくらいなの。あーでも200ちょいか。あと下の部隊だな。これはもうサルベージできるのはこいつらだけか。艦砲射撃でこいつを減らそう。で、R ジャジャ、まずは R ジャジャだな。よし、レベルアップ。で、あと、あ、DJとかね、DJとかのレベル上げたいよね。大丈夫か、クレイバーズか。ダメだもう最近全然ダメだ。ブルーディスティニーとかもう無理でしょこれ。ジークルザー、コウラキ、これは強い。さすがに攻撃力300あるのか。さすがダブルゼータ系列だな。攻撃力は高い。あとはちょっとベスジャバ出しておいて、すぐキャンセルしちゃうんだよね。で紙を出そう。工場と OK。 ちょっと待って、でサイコガンダムマーク2は、もう一旦おびき寄せておいて、あれこいついたね。まあいいや。チク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 と当てていくか。さすがに囲まれるとそれなりに食らいそうだからな。強っちょっともう一回進ませよう。サイコガンダムは
グループ攻撃、出力しよう。3人よし、これいこう。12,500ってことはさ、完全に均等。そうだな、そんな感じだね。サイコガンダムにはサイコガンダムを当てるか。じゃあここはちょっとハマーン様になんとかしてもらおう。8700って当たるっけ。8800 危ない危ない。キュベレーはね、もうレベルを上げるだけなんで特に発展させるものはないから、で帰ろう。しまった、サルベージを使う余裕がなかったな。サイコガンダムが残るからいいでしょう。アムドだな。300あったら攻撃力に安心ができるけど、最低250だな、欲しいのは。もう200なんて言ってらんなくなってきたよ。で、まあ多分死なないとは思うけどな。ちょっと下げるか。ガトーとかも何しに出てきたんだかよくわからん。で、柔道を出しておこう。そうか、これさ、あ、これもう乗ってんの百式。え、どういうことこれ。あれ、これ乗ってないよね。これなんで百式乗ってんの。いきなり乗って出れるとか、え、それはないと思うんだよね。そういうユニットなんだろうな、きっと。一応ここでセーブしておこう。キュベレーマーク2だな。攻撃を食らってどうなるからかな。よし、パス。まだ来ない。で、もうサルベージしちゃおう。で、変形できる？あ、できるね。じゃあまずちょっとダブルデータでつっつくか。早めのキャノン。サイコガンダムの前では赤子も同然だな、ダブルデータ。ダメだ。どうする？ジュド。あんたは危険なんだ。悪いけど、とどめを刺す。こんなところでやられてなんかいられないんだよ。ビーム軽減。アイフィールド持ってる。やってることがいちいち間抜けなんだよ。甘いんだよ。ロックかわしたな。あんな拡散ビーム砲で、クリでちょっとつこう。あー、もういいや、ファンネル使おう。15,000あるんだ。でもなんで私のすることがわかるの。あなたはそれはこっちのセリフだ。不愉快なやつめ、不愉快なら空へ、宇宙へ帰れ。絶対みんなの邪魔をさせないから、ファンネルたち行っちゃえ。3,400全然当たらんな。みんな嫌いだ、いなくなれ。ビーだ。ここはやっぱりちょっとお手伝いさんを出そう。まず進んで、サイコガンダムにはサイコガンダムをぶつける。 74% 向こうの方が強い。ビーム軽減。あ、ビーム軽減を持ってるよってことか、サイコガンダムマーク2が。
5200か。対応かだ。おい痛い。5500。ちょっとまずはメガビュー砲で減らそう。お返しだ。大丈夫だよね。よしダブルゼータとキュベルにも当たってたんだけど、絵的にはあれ6000だ。こっちの方が強い変形した方が強いのか。ビームサーベルとかだとな、倒しちゃいそうだけどな。ダブルビームライフでも5000あるんだ。火力強えな。4200。そうなのか、自分を見るのが不愉快なのか。一等激しいところって。俺のサイコガンダムがこうならなくてよかった。え、これで戦うの？2万とかさ、それなりにパワーあるよねしょうがない。ではハマーン様をぶつけるか。いけ、跳ねる。1万。どうすかね、ジョングで蹴っとくか。くらい。5000。アイフィールドある？アイフィールドはないね。クローンニュータイプとかってあるんだ。ニュータイプではないってことだよね。強化人間っていうくくりでもない。強化人間は強化人間であったっけ。フォーとかちょっと見てみるか。あ、強化人間あるね。あ、こいつ、いや、大型木乗りだ。じゃあちょっと早めのキャノンで行くか。お前も死にな、ダブルゼータ。そんな期待でよく言うよな。お前はお前は何事も教科書通りにはいかないんだよ。人の悲しみをわからないなら、こざかしい。ハイメガキャノンめちゃくちゃ強いんだな。フルズ、あなたはそんなものに乗っていてはダメ。
お、ハマーン様が1位だ。ラカンダかな。捕獲は復活はいいだけか。まあ、1体いればいいでしょう。さてさてさて、どんどん発展させていこう。もうゼクツバイ、ドイツ語だね。アインスツバイドライ、もう焦っちゃった。その後第二外国語がねドイツ語だったんですけど全然覚えてねえな。サイコガンダムももうこれ以上は発展しないから、こいつかガブスレイかギャプラにするかか。でこっちだな、アールジャジャ。あ、これ普通にゲーマルクか。いいねいいねいいね、ゲーマルク。でもゲーマルクって宇宙でしか使えないよね。あ、使えるんだ基準がいまいちわからん。あー、でこいつはもう完全にここで止まるな。ダブルゼータは3レベルにしてか。ディジェとかはアカリックディアス作ろう。でゼータプラス3と5か。で、やっと設計を見てみましょう。ナイス。ここねキャラか。あ、そっかそっかそっか、ゲームアルク作ったからか。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。